こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。娘がダイエット始めたんですね。お豆腐一生懸命食べてるので、なんか私も協力できないかなっていうことで、お豆腐のメニューを開発していたら、とっても美味しい豆腐のよもぎくず餅というのができたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。くず粉が入っているので糖質ゼロっていうわけではないんですけれども、低カロリーでさっぱりした感じのお餅になっています。練るだけで簡単に作れちゃうので、よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみよう。材料の方は、まずお豆腐、甘酒、それからよもぎですね。粉はね、くず粉を使いますけれども、粉末のものですね。これは片栗粉でも大丈夫です。そしてきな粉、きな粉にお塩かお好みでね、てんさい糖なんかをね入れてもいいと思います。お鍋にね直接お豆腐を入れちゃいます。そして甘酒、よもぎ、そしてくず粉、これをよく混ぜます。ブレンダーなんかがあればね、ブレンダー使っちゃうと楽ちんです。そしたらね、これを火にかけていきましょう。最初はね、中火で火にかけ始めます。絶えずね、底をかき混ぜるような感じで混ぜていきます。だんだんね、餅にツヤが出てきて、底がね、見えるようになってきたら、お餅になった証拠なので、ぷくぷくっとしてきてますよね。これくらいになったら OK です。そしたらきな粉をお塩を入れて、これね、軽く混ぜまして、ここにね、熱いうちにお餅を乗せていきます。こんな感じできな粉の上にお餅を広げて、これでね、常温で冷ましたら完成です。はい、完成しました。お餅がね、こんな感じでプルンプルンとして、かなりね、柔らかい感じの作りになっています。切るとですね、中は淡い緑色がね、すごく綺麗で、ではね、早速試食してみたいと思います。とってもね、クリーミーなんですよね。お餅感というよりも、お豆腐のクリーミー感っていうのはすごく強くって、多分これよもぎが入んないとかなり豆腐の香りがすると思うんですけども、よもぎが前面に出てる感じなんですよね。口の中でとろっととろける感じで、あと甘酒が入ってるので、自然の甘さで優しい感じです。糖分がね、もうちょっと欲しいよっていう人は、きな粉にてんさい糖を入れたり、糖質が気になる方はアラカントを入れたりするといいかもしれません。これがね、試作で作ったよもぎ入れてないタイプのものなんですけど、味はね、お豆腐の香りが結構します。でもね、これはこれですごく美味しいので、よもぎない時はなしで全然構わないと思います。片栗粉でもね、もちろんできて、これ片栗粉で作ったものなんですけど、ほとんど感触は変わらないですね。体への作用を考えるとくず粉がいいんですけれども、なければ片栗粉で大丈夫です。電子レンジだったら1分ぐらいの加熱でこのくらいの状態になります。加熱し終わったところをネリネリしていただければ大丈夫です。時間が経つごとに固まってきてしまって、こんな感じになっちゃうので、なるべく早めにきな粉の上に乗せてあげた方が形は綺麗にできます。こんな感じでとっても簡単にできちゃうので、よかったらぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。